芥川くんとの交際について。萩原朔太郎。芥川くんと僕との交際は、自然、わずか2、3年くらいであったが、質的にはかなり深いところまで突っ込んだ交際だった。君と早く、もっと前から知り合いになればよかった、と、芥川くんもたびたび言った。僕の方でも同じような感想を抱いていたので、突然自殺の報告に接した時は、裏切られたような怒りと寂しさを感じた。芥川くんの性格には、一面社交的の素質があったので、友人が非常に多かった。しかし、本当の打ち解けた親友というものは意外に少ないようであった。僕の過去の悔恨は友人が悪かったことだというような意味の言葉さえも、ある時はしみじみとして僕に漏らした。つまり芥川くんは自分と反対の性格で、自分の観念上にイデアしているものを具体的に表出してくれるような友人が欲しかったのだ。常々菊池寛氏を敬愛して英雄と呼んでいたのも、やはりその反省覚のためであって、ちょうどあの神経質のボードレールが合法で世俗的な融合を崇敬していたのと同じである。ところが、芥川くんの周囲にたかる人々は、大抵その同型な人物ばかりであったので、交際の広い割に、心境が孤独で寂しかったのだろう。こうした芥川くんにとって、室生再生くんや僕のような人間は、確かに変わり種の友人だったに違いない。特に室生くんには、特殊の脅威を感じたらしく、常々あんな珍しい男を見たことがないと言っていた。芥川くんのごとくインテリ型の秀才肌で、文明人の繊細な神経から社交的の礼節にのみ気をつからしていた人にとって、室生くんの自然知的な野生や素朴性やは確かに痛快な脅威であり、英雄的にさえ見えたのだろう。当時の室生くんは今よりもずっと甚だしく野生的であった。一方また室生くんの方では、自分で深くその野生を周知しており、常に教養ある紳士というようなことをイデアにしていたので、教養や趣味性の上で文化的にレファインされた芥川くんが世にも珍しく理想の人物に思われたのである。僕がまだ芥川くんを知らない中、よく室生くんは僕に話して、彼のごとき文明人種、彼のごとき礼節ある人物を見たことがないと言って、ことごとに感嘆の字を漏らしていた。後年における室生くんの教養と趣味生活とは、芥川くんとの交際によって学ぶところが確かにあった。僕との交際においては、どこが芥川くんの興味を引いたのかわからない。多分、僕の性格中にあるニヒリスチックの傾向や、多分にアナーキスチックの気質やに、別の意味の関心を持ったのだろう。カッパが雑誌に載った時、僕の推奨に対して、芥川くんは、君に読んでもらいたかったのだよ、と言った。その後も新作が出るごとに、僕の意見をよく求められ、自分のデタラメな独断批評を熱心によく傾聴してくれた。一方また、芥川くんの方でも、僕の詩などをよく読んでくれ、時々、
適切な批評をしてくれた。僕の詩の中では郷土冒険詩数編が最も気に入ったらしく、口を極めて称賛してくれた。他の多くの友人に対して芥川君は常に都会人的なシャレや冗談を言ったらしい。だが僕との交際においては一度もそんな会話をしなかった。僕のようながさつな田舎者にはシャレなんかわからないと思ったのだろう。実際またその通りだった。芥川君と僕との会話はいつも生活の意義を会議したり、生死の問題を論じたり、宗教哲学に関することばかりであった。こうした諸問題について芥川君は非常に懐疑的であり、絶望的にさえニヒリスチックであるように思われた。その点で僕の思想は芥川君に共鳴するところが多くあった。君と僕とは文壇で一番よく似た二人の詩人だと芥川君は常に語った。芥川君は自ら詩人と称していたからである。しかし実際言えば、芥川君の僕に対する実の興味はやはり室尾君の場合と同じく僕の気質の中の野生的直情にあったのだろう。鎌倉に住んでいた時、ある夜遅くなって芥川君が訪ねてきた。東京から藤沢へ行く途中、自動車で寄り道をしたのだそうである。夜の11時頃であった。寝巻きを着て起きた僕と、暗い陰鬱な電気の下で、およそ1時間ほど話をした。来るといきなり、芥川君は手を開いて僕に見せた。そして、どうだ、指が震えているだろう。神経衰弱の証拠だよ。君、やってみたまえ、と言った。それからしばらく、死後の生活の話をして、非常に厳粛の顔をしていたが、急に笑い出して言った。自殺しない遠征論者の言うことなんか、当てになるものか。そして、慌ただしく逃げるように帰っていった。この鎌倉での一夜のことは、未だになお、気味悪く忘れられない。夜の11時、不意の自動車、薄暗い電気、細長い五本の指、死後の生活の話、振り乱した挑発、青ざめた病身の顔、影のように消えた後ろ姿、すべての印象が悪夢のように感じられた。ああ、怖かった。と、帰った後で妻が言った。だがさすがに、当時僕は彼に自殺の決心があることを気がつかなかった。ただ、彼の好んで使う鬼という言葉が、その画号の上でも、文学上でも、また人物の風采上でも、ふさわしいことを強く感じた。